中野やすしのゆきた精鋭の森。ゆきた、こんばんは。クロスウェーブ千住ゆるぴた精霊の森2、森の番人の中野やすしです。アシスタントの恵子です。恵子さん、はい、行ってきましたね。行ってきましたね。11月10日からどこへ皇居と赤坂御用地、そうです ね、4日間平日全部、使ってね、はい、朝から夕方まで、はいはい、ひたすらお掃除、そうです、ね、皇居と赤坂御用地の観光名所ツアー、はい、天皇陛下皇后陛下、はい、皇太子殿下との、はい、まあ、ご会釈って言ってるんですけれども、ね、まあ、お目にお目にかかりまして、はい、楽しいひとときを過ごしてまいりました、はい、中野さん団長で、団長素晴らしい団長ぶりで、ありがとうございます。尊敬し直しましたもん。あ、本当ですか。もともと尊敬してたんですよなので尊敬し直しました。しました本当に素晴らしかったです。いやでもね、感動した。感動した、はい、よかった。だって33人じゃないですか、うん、私含め、はい、私ね正直こんな大人数のリーダーやったの、うん、高校の部活動以来なんですよ。はいはいはい。で恵子さんはね、うん、でも今30名でしょ、まあ、大体会社、はい、これ毎日やってんのかと。私4日間でね、あ、はい、化けの皮が剥がれないうちにもう終わりみたいな感じでしたけど、すごいですね。いやでも私本当に中野さんの姿を見て、ええ、自分のリーダーシップぶりを反省しましたもん、ええ、あ、本当ですか。本当に勉強になりました、ありがとうございます。いや、とんでもないです。こちらこそありがとうございます。まあ、それは置いとき、置いといて皇居勤労奉仕の中身を、ね、中身をね、基本的に、はい、4日のうち3日がね皇居のあれになっ、お掃除になってまして、はい、お掃除時間は午前大体1時間、はい、午後2時間ぐらいですよね、はい、でその前後に、まあ、前後とか前かに、はい、いろいろと見て回ったりとかしたんですけど、ね、はい、詳細申し上げられないんですけど、うん、2日目に、はい、天皇皇后両陛下とお目にかかりまして、ね、特別な出来事が起こりました、はいはい、であまりも特別で素晴らしい出来事だったんですけれども、翌日宮内庁の職員の方からデジタル系の媒体で拡散しないように自粛をお願いしますというふうに言われちゃいましたので、ね、ちょっとこの場では、ね、言えませんけど、個別に、個別に興味ある方はアナログではいくらでもお話しますんで、なんかね、飲み会の時とか、ね、懇親会の時とか、宴会の時とかにぜひ聞いていただきたいなと思います。結構私もフェイスブックで、うん、個人のフェイスブックで取り上げたらいいねの数がすごくて、とかコメントもあったり、はい、直接メールとか電話で言われたりとかして、うんうんうん、あ、みんなそんなに興味あるんだなと思って改めて驚きましたけどね。恵子さんにとっての、はい、思い出っていうとどんなものがとにかくその普段見れないところを見れたっていう、その一般参賀されるじゃないですか、あの旗振ってね、奥側のお庭に入れさせていただいたのと、あと宮中の儀式をやる93殿の間際まで行けた。でしかもそこが偶然にもねちょっと扉が開いてて中がちらりと見えてしまったというのは感動的でしたけど、あと2つだけ私泣きどころがありまして、泣きどころ、そう、もうね、もう本当にこう泣きそうでしたけど、一つは、両陛下がいらっしゃったと、うん、車でいらっしゃるんですよね、はい、その場所までね、はい、もうその車を見た時にああと思って車だけで、ね、もうその時に本当になんかこう溢れてくるものがありましたけど、私だけじゃなくてすすり泣いてる人たちがいたんで、はい、私だけじゃないと思いました、はい、うんうん、もう一つはですね、はい、中野さん、私中野さんですよ、中野さん団長で、皇太子殿下とね、はい、お会釈するときにね、はい、万歳の万歳三唱の先導役を、はい、先導役をやっていただいたんですけど、はい、とにかく他の団体さんみんなこう高齢で女性の方が多かったんですけど、うんうん、ですよね、そうですね、だからその方たちが万歳のこう号令をかけるのと違って、はい、男性の若い男性のこう張りのある、はい、こう魂のこもった、はい、あの声が素晴らしかった。本当ですか、うん、なんかね伝わった気がしました、そう言っただけで嬉しいな、うん、あれも泣きどころでしたね。本当ですか、素晴らしかったです。いやなんかねフェイスブックではツボでしたって、私の声がツボでしたとかで書いていただきましたけど、はい、あ、そんなにツボにハマっちゃった。本当よかったです。よかった、いろいろ尊敬し直しましたのでありがとうございます、はい、あれ土地ないようにね気をつけなくちゃいけないんですよ、ね、200人の人たちのね、うん、先導役 で、ね、
あの、ま、間違えて皇太子、正確には皇太子殿下、皇太子妃殿下、万歳、万歳、万歳なんですけども、ついうっかりね、天皇とか言っちゃったら、あーとか言う、ねね、天皇陛下と皇后陛下の時は天皇陛下皇后陛下万歳ですからね、それ間違えないようにっていうのと、あと皇太子殿下、皇太子ヒヒヒヒヒヒ殿下とかでね、噛んじゃったらやばいぞと、やばいやばいと思うと実際噛んじゃったりするじゃないですか、ね、これで結構プレッシャーでしたね。いや本当に素晴らしい先導役で、赤坂御用地の、はい、皇太子殿下の東宮御所、ね、の目の前でね、玄関でね、はい、よくこう海外に行かれる時にお見送りされる玄関があると思うんですけど、そこの前のねお庭で、はい、あの中野さんの素晴らしい声が響いてましたよ。ありがとうございます、はい、私の泣きどころです。ありがとうございます。団長はどうだったんですか？私はですね、まあ、あの団長としての学びっていうのもあったんですけど、うん、まあ、今日この場では、ね、個人的なっていうところに、はいはい、あのフォーカスすると、うん、あの父と一緒に参加したんですよね。お父様とね、はい、で父が今72歳なんです、はい、で皇居勤労奉仕団は75歳までしか参加できないんですね、うんうん、はい、で多分今回を逃したらもう一生この機会ないだろうなと、うん、はい、で父にあのや団長になったんだけど、うん、もしよかったら一緒にやるって聞いたらもう即答で行きたいと、うん、そうなんです。で父ももう今回4日間大感激でした。あのいいとね、あのいいところをたくさんその見れたし、うんうんうん、で天皇皇后両陛下や皇太子殿下にも目にかかることもできたし、うん、で ありがたいことに皆さんが、うんうん、あの持ち上げてくれて、うん、中野さんのお父さんですか、ね、中野さんですか、ね、で息子の晴れ姿も見れたし、そうそうそう、父が相当嬉しがったみたいで、ね、なんか親孝行できたのかもしれないなと思いました。親孝行という意味ではね、あの、はい、お土産いただいて非売品のアルバムと個室アルバムね、それとあとお東でね、菊の御紋のお東だったんですけど、はい、あれをあの80代のもう勤労奉仕に行けない両親に食べてもらった、うん、やっぱり母は非常に喜んでましたね。あ、そうですか、はい、ね、菊のねちゃんと、はい、あの御紋の形をしているんですよね。一家に一人行ってくれてよかったというふうに言われました、はい、私も親孝行ができました。よかったですね、ありがとうございます。 いや、いい企画です。で、はい、今回あの33名で行きましたけど、あの団長次はやってみたい人ってあの話しかけたらなんと7人も手を挙げてくれましたいつやるかはね分かる人それぞれですけども、一生のうちに ね、そのうちの一人でございます私ね夢がありまして、私団長いる時中野さん副団長やってくれない？あ、本当ですか？ダメ？いや、いいですよ、もちろん。いや、そしたらすごい心強いなと思って、私の至らない部分をちょっとフォローしていただけないかなって思ったりして、いや、びっくりした。この場でなんか口説かれた感じがしましたけど口説いちゃった、公開口説き、かしこまりました、はい、喜んでやらせていきます。嬉しい。それでは話はつきませんけど、ね、次のコーナーに参りましょう。こちらのコーナーでは東洋思想に興味がある方々におすすめの本を取り上げています。はい、それではあの今日はね、はい、恵子さんの方からすみません、なんかね皇居ネタすごい引っ張っちゃって、はい、さらに皇居ネタ、さらに皇居と、どうぞどうぞ、今日はですね皇后陛下にまつわる本でございます。おお、一つは橋を架けると言って、うん、あの皇后陛下が、はい、妃殿下の時代に書かれた本です。うん、なるほど、はい、子ども向けのに本を普及させようというような、はい、あの団体にのそういう活動をされているようで、はい、そこに対してのこうスピーチの本なんですよね。それを文字に起こしたようです。で、まあ、印象的だったところは2つあって、まあ、1つはですね、美智子さんは皇后陛下がこんな本をお子様にお勧めしますみたいなことがいくつか本が具体的に出ているのが面白かったのと、はい、もう一つはあの、まあ、戦時中に疎開先でなかなか本が手に入らなかった時に、うん、お父様が東京から持ち帰ってくれる中に、はい、神話の日本神話の本があったんだと。でそれはどうも古事記とか日本書紀から作られた神話の本だというようなくだりがありまして、はい、であの皇后陛下も今思えば不思議な出会いだったというようなことが書いてある、はい、それは面白いなというふうに、これはまあ皇后陛下自身のご自身の、文章ですね、が書かれています。でもう一つはですね、はい、ちょっとまた違う感じなんです。美智子様の恋文といって、天皇陛下の同級生が
書いたのかな、の本なんですけど、これ本当かどうか分かんないんですけど、皇后陛下の手紙というものが出てるんです。でもなんかどうも本当らしい、天皇陛下に宛てた手紙。そうです、そうです、そうです。あのまだご成婚、あの、はい、婚約時代、当時のね、うん、皇太子殿下に時代にね、はい、結婚する前に書かれたようで、すごく迷っている葛藤とか、あとはすごく真面目なんだなということと、あとやはり、うーん、あの日本のこと、自分のことだけではなくて、はい、国のことだとか、うん、あと天、その当時の皇太子殿下のことだとかを一生懸命考えているっていう文章になっているので、多分この文章はきっと皇后陛下が書いたのかななんて思うような、あの文章なんですけど、非常にこう心が温まるし、うん、で実際お目にかかったじゃないですか、はい、で皇居にも入ったじゃないですか、あそこに嫁ぐってどんな気持ちだったのかなって改めて思ったのと、24歳の、あの女性が書いた文章なのでね、それをいろいろ考えわせるとやっぱりすごい人だなっていう思った本です。なるほどね、はい、ご興味がある方はお貸ししますので、あの買わずともおっしゃっていただければ。これずいぶん古く、私も昔に読みました。あ、そうなんですか。もともと皇室ファンなんで。すごいですよね。本当皇室ファンですよね。これも昔読んでたんだけど、どっか行っちゃったのでもう一回買いました。ね、あ、そうなんですか。はい、ね、だいたいあの恵子さん2冊も本持ってきたの多分初じゃないですかね。いや、なかなかこう東洋思想じゃないからどうしようかな。いや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 。でもね、古事記とかをね、うん、取り上げてるっていうところもやっぱり、でも本当その多分これからこの本を恵子さんがご覧になると、うん、はい、あの本当1回お目にかかってるし、そうそうそう、声もね、うん、生の声聞いてる、うんうん、聞いちゃったからね、もうその人の声がもうふわーっと聞こえてくるような感じになるんじゃないですか。そうなんです、いや、あの、ね、なんか話があっちゃこっちゃって恐縮ですけど、はい、あの皇后陛下のね生声というか、ね、ありがとうっていうあれはもう本当、あそこにいる200人のね、はい、奉仕団の人たちの心を男女関係なく全部射止めちゃったんじゃないかってい う、ね、本当の優しさがありますよね。そうですね、まあ、なんか皇后陛下ばかりを持ち上げるようですけども、うん、やっぱりそこをね一緒にこう歩まれているというか、うん、まあ皇后陛下人気すごいじゃないですか、はい、でもそれを温かく見守っている天皇陛下の器にも私は驚きますけど、うん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 、それは思いました。なるほどね、いや本当素晴らしい方々ですよ、はい、でね、あの私もあの本当昨年初めて、うん、あの両陛下に目にかかりましたけど、はい、まあ、それまではあの正直その特別な思いって持ってなかったんですよね、うん、でところが先ほどの、ね、黒塗りの話じゃないですけど、うん、あの私はで去年出てきあの車からお出になられて、はい、で建物に入った瞬間になんか空気がガラッと変わったっていうのが分かったんです、結構鈍感な方なんですけど、それでも分かっちゃった、うん、でもその触れてはいけないものに今触れてる感じがするというか、うん、人ではないもの、なんか分かります、すごく、うん、なんかすごいものが今来てるっていう、ね、そういう感じ、うん、でもう両陛下ともそういう ね素晴らしいオーラを持ちですもんね、その方が、その方が、まあ、お書きになったとか、ね、あるいはそれに関連する本だということで、はい、私もぜひ機会があったら読ませていただきます、はいはい、話はつきません、はい、つきませんね本当じゃあ長谷さんのご紹介の、もうそろそろあの天皇皇后陛下ネタからちょっと、ね、東洋思想系に移りますか、ゴータマブッダのメッセージ、スッタニパータ師匠という面白そう、すっごい面白い本ですよ、これ、あの日曜日に買った本なんですけど、はいはい、もう一気に読んじゃいました。あ、そうですか。著者早谷達夫さんっていう方なんですけど、あの、まあ、スッタニパータっていうのはあのいわゆる原始仏教時代というか、はい、あのまあそのなんていうんですかね、一番最初の頃の文字になった、うん、一番文字バージョンのお経では一番初期の頃のやつなんですね、はい、でそこをちょっと紐解きながら、はい、あのまあ、仏教というのはこういうことがポイントだみたいなことが書いてあるんです、はいはい、で面白かったのは例えば欲望、うん、やっぱなでその欲望を消した方がいいよみたいなことをよく、まあ、仏教で言いますよ ね、 そ, うですね、はい、でそれが煩悩になってるんだみたいですね、はい、でも欲望を消しちゃったら、うん、なんか人間って生きていく希望すらなくなっちゃうんじゃないのみたいな、はい、うん、思いってどっかでみんな持ってると思うんですよね、うん、
だからその欲望を消すっていうのは簡単だけども、うん、それを本当に消しちゃったらなんか人間としての生き方ができなくなっちゃうんじゃないかとか、うん、本当になんか悟りきったような感じになってしまって、はい、なんかこうつまんない感じっていうか、はい、まあ、それはもうあの坊さんに任しときゃいいやみたいなね、うん、あるいはまあそこまでいかないにしてもその欲望をなくすっていうよりも抑えるぐらいでいいんじゃないかとか、うん、まあ、みんなそんなことをどっかでね思っている、はい、でそういう中でこの著者の方は、はい、そういうことじゃないんだと、うん、でみんなが思っているその欲望っていうのは、うん、はい、あのまあ、我々が普段言ってるイメージで言うと分別の意識で持って考えている欲望だと、うん、それはあのフェードアウトしてもらっていいんだけども、うん、その無分別のね、はい、境地に達した時に、出てくる、はい、あの欲望っていうのがあるんだと。でそっちの方はむしろ大事にした方がいいよと、はい、で無分別の境地、私も、はい、あなたも何もないと、はいはい、全部が一つながりになってるんだということを体感した時に出てくる欲望っていうのは、ね、もう欲望って言わないんですって。それは愛っていう、はい、なるほど、ね、欲望から愛に変わっていくと。で欲望をベースにしてあれしたいこれしたいだとか、うん、な〇〇したいみたいなものじゃなくて、うん、愛に変わるので、うん、愛というそのなんていうかものから、うん、ああしたいこうしたいっていうのが出てくると、うん、これはもう大歓迎みたいな感じ、うん、なるほどね。まあ、無分別の中でっていうか自分だけじゃないっていうところで考えるから、うんうん、そうそうそう、欲望じゃなくなるってことですかね。そうなんですよね。みんなにとっての何かという、はい、何かきっとなるんだと、うん、なるほどなるほど。でこの人がその例例えて言ってるのが、うん、横断歩道の渡り方っていうのが出てまして、はいはい、その例えば赤ちゃんの時には、うん、あの渡るも何も抱っこしてもらうとかおんぶしてもらって横断歩道渡るじゃないですか、はい、でそのうち一人で歩くって言っても、うん、まず右見て左見てもう一回右見てそれで行くとかね、うん、あるいはこう黄色い旗でも持ってやるとか手を上げて渡るとか、はいはい、でそのうち大人になってくると、うん、手も上げず旗も持たず普通に、まあ、青だから渡るぐらいになりますよね。 そうですね、はいはい、でも普通に渡るけれども、うん、やろうと思えば別に旗持ってもいいし、うん、やろうと思えば別に右見て左ってもできるわけですよ、うん、できるけど、うん、それを超えた、うん、その歩き方を渡り方をしてるわけですよ我々大人になるとね。それと同じように、うん、その分別というものと無分別というものがなんかこう2つ並行してあるんじゃなくて、はい、分別を超えると無分別になる、うん、あだから無分別の境地になっても、はい、分別の意識をもちろん戻そうともいくらでも戻せると、はい、それは今普通に渡る人が黄色い旗持って渡ろうとも渡るのと同じみたい な, なるほど。じゃあ分別の世界と無分別が別々にあるんじゃなくてこうなんとか行ったり来たりするわけですかね。そうそうそう。で分別を超えたところに無分別の世界があるんだと。でその時に出てきた欲望は欲望ではないと、はい、もう愛になっていると。で無我もそうなってこの著者は言っておりましてね、うん、はい、その無我の反対は自我ですよね。自我をなくして、はい、我をなくすって無我ってなると、はい、なんだか私がなくなっちゃうのみたいな感じがこうしちゃうわけですよ、はいはい、っていうよりもこの人はやっぱ超って言葉が好きみたいで、はい、あの自我を超えて超我になるみたいなイメージ、はい、自分一人だけじゃなくて全部が自分だから、はい、それが超我なんだみたいなことを言ってますね。で、あの最後の第7章が、はい、バラバラコスモロジーからつながりコスモロジーへっていうはいはい、はい、テーマになってまして、はい、読む人が読んだら、はい、これ分別の世界から無分別の世界へっていうことを言ってるだけです。この人の独自ワードですよね、はい、でも読む人が読むとこれ分かる。あと第6章は戒律瞑想知恵って書いてまして、これ戒定への三学だとか ね、はいはいはい、見る人が見ればそれを分かりやすく言ってるんだなと。興味ありますね。で結構あの平易な文章で書いてくれてるんで、うん、それがありがたいです ね、 ね、あのぜひ2300円ですけれどもあの人は何を買うのかしらみたいなそうです ね、 ね、はいはい、ということでもしよかったらぜひご覧になってみてください、はい、それでは、次のコーナーに行っちゃいますか。はい、いいですか。はい、参りましょう。精霊別お天気情報。こちらのコーナーでは9つの精霊別に来月の指針をお話ししています。はい、それではまず来月ですね、はい、12月の20あごめんなさい7日、12月の7日、はい、大雪と書いて大雪
から、来年の1月5日、これは小寒、小さく寒いって書いて、小寒の前日、そうですね、までの1ヶ月ですね、はい、でまず全部の精霊に共通するメッセージです、はい、物事を始めたりあるいは再開したりするのに持ってこい、うん、はい、そういう時期です、はい、で、勢いよく取り組んでもらって結構です、もうなんかこうやる気に満ちてるというかね、はい、そういうエネルギーに満ちてる感じがするんで、はい、しょぼしょぼっと始めるんじゃなくて、まあ、ドーンと行こうみたいな感じで行ってもらって基本は OK ですと。それから営業活動のチャンスです。営業活動のチャンス、はい、仕事してる人にとってはね、はい、だからその新規案件を開拓するだとか、はい、あるいは特に遠いところにあるお客様とのご縁を結ぶとか、うん、あるいは復活させるとか、はい、あるいはその最近ご無沙汰しているような、はいはい、あのお客様とか、はい、ちょっと復活させるというのに持ってこいですね。わかりました。あと、まあ、個人ベースでその仕事じゃなくて、うん、なんか個人ベースで言うととにかくご縁っていうのがキーワードになってくるので、はいはい、彼氏彼女いない人はちょっといいかもしれないですね。なるほど。で、できればですね、恋愛っていうよりもまあ、昔のことだとお見合いなので、うん、あ、そっちの方がいい感じがするんで、うん、ちょっと友達同士でね、はい、こうなんかこうセッティングして、うん、ちょっと紹介し合うとか、うん、いう感じにするとですね、もしかしたらいい縁が結ばれるかもしれません。はい、今日の、ね、なんかゲストの方は興味津々で今は聞いてますけど ね、はい、目がキラーぜひお役立ていただきたいと思います。はい、じゃあ精霊別に ね愛の精霊からいきたいと思います。はい、サラリー天気は晴れ、晴れ、やった、まずまずの月となりそうです。はい、で今月のテーマ、はい、一人静かにリラックス、はい、心を静かに落ち着かせる時間を持ちましょう。はい、これを機会に瞑想の、ね、習慣をつけるといいかもしれません。はい、サラリーさん、はい、ちなみに瞑想の習慣つける方は、はい、その前提として生活習慣をきちっと正すと、うん、心のありを正すっていうことを合わせてやっていただきたいと思います。うん、はいはい、そうしないと、ね、変な世界に行っちゃいますから、ね、はい、気をつけてください。それから、ノンプ、ノンプ、晴れ、晴れ、そう、私のね、せいですけどもね、はい、まずまずの月となりそうです。はい、まずまずですからね、まあちょっと 雲もかかってますけど、はい、まあまあ晴れてるのぐらいな感じですね。はい、今月のテーマはバランス、うん、全体が良いバランスになるような言葉とか行動とか態度とかを心がけると、はい、どっかに偏っちゃいけませんよということですね。はい、それからタップン、タップン、雨、今月は要注意ですね。はい、もう支援が来たら成長の機会と捉えていただいて、はい、前向きにね、正面から乗り切っていただきたいと思います。はい、で今月の課題、世間体、はい、世間体を気にしすぎて、はい、ストレスが溜め込まれていくと。で、そのせいで何かとんでもないことが起きたらもったいないので、はい、ストレスを溜め込まないように、はい、していただくと今月うまく乗り切れるんじゃないかなと思います。はい、それから知恵の精霊ですね、はい、ピカリンからですね、はい、曇り、曇り、時々雨、はい、黄色信号ですね、思わぬところに落とし穴があったり、はい、しますので慎重に行動してください。はい、今月の課題は好き嫌い、好き嫌い、うん、で好き嫌いが激しくなって、はい、人間関係が狭まっていくと、なるほど、いうことをしていると、うん、思わぬところに落とし穴という感じになりがちなので、うん、はい、心を広くね、はい、いろんな人を受け入れる度量を持つように頑張ってみてください。はい、それからソラッチ、ソラッチ、ね、恵子さんの、はい、精霊ですけれども、晴れ、はい、ありがとうございます。やった、ありがとうございます。しかもまずまずではなく、はい、良い月となりそうです。どうしましょう、ちょっと晴れでもねいい感じの晴れですね。あ、そうですか、はい、さつき晴れみたいな、よかった、年末に、はい、今月のテーマは高い視点、高い視点、あらら、ソラッチ得意じゃないですか得意です ね、上から目線、上から目線高ビーな視線だね。はい、組織全体が抱えている大きな問題の解決に向けた取り組みをぜひしてください。ありがとうございます。はい、もう自分自身の、ね、はい、特徴を遺憾なく発揮していただくと。承知しました。じゃあタカビーとかって今言葉死語ですかね、もしかして今自分で言っちゃいましたけど大丈夫ですかね。大丈夫じゃないですか、大丈夫ですか、ね、本当ですか、分かるんじゃないですか ねちょっとリバイバルみたいな、ね、リバイバルリバイバルで分かる、はい、分かりました。はい、
じゃあ熱中、熱中晴れ、こちらも良い月となりそうです、はい。今月のテーマは人格向上と正しさ、うん、はい、自らの人間性を高めていただいて、周りの人とね、はい、自分を、共に幸せにできる、そういう正しさをぜひ守っていただきたいと思います。それから、毛利、はい、毛利ね、一つ飛ばします、はい、晴れ、なるほど、はい、まずまずの月となりそうです、はい。今月のテーマは勤勉さと強い意志、はいはいはい、生活を守るそういう勤勉さと揺るぎない意志で、はい、積極的に行動していただきたいなと、はい、いうことですね。それから大和、雨、今月は要注意の月です、はいはい、試練が来たら成長の機会にしていただいて、はい、こちらも正面からぜひ乗り切っていただきたいと思います、はいはい。でそんな大和さんの今月の課題は、うん、強欲、うん、欲張りってことですね、はい、何事も腹八分目を心がけましょう、ね、樽を知ると、ね、そう、樽を知ると、はい、樽を知らずに求めすぎると要注意ということになっちゃいます、はい、気をつけてください。そして、ツッチですね、はい、今月今日のね精霊ですけれども、はい、ゲストの精霊、はい、ゲストの方には申し訳ありませんが、はい、曇り、曇り時々雨、はい、思わぬところからぐさっとやられることがあります、なるほど、はい、慎重に行動してください、はい。で今月のテーマというか課題です、ね、課題ですか、道楽道楽、仕事など本来取り組むべきことから逃げて好きな道楽や組織活動などに走らないように。そうなんですか、ね、例えば旅行なんかしまくってると大丈夫、ダメかもしれませんからね、まあでもダメってわけじゃないんですけどね、そういう時に訪れる試練に果敢に立ち向かってね、そこを乗り越えていくと成長につながるんだと、まあいうことです、わかりました、いうことをちょっと気をつけていただきながら、はい、来月過ごしていただきたいなと。 そうですね、それが今月の指針で、はい、で今月かね、来月ね、12月7日以降ね、で今日はツッチ、ツッチの特徴をちょっと、はい、わかりました、お願いします。ツッチはとにかくキーワードコツコツですね、あ、はい、コツコツ一つ一つのことをこなしていく、はい、そして縁の下の力持ちです、で自分自身はその目立つ存在ではないことが多いんですけれども、影から支えるのがもう、もうなんか天から与えられた才能のような人たちですね、はい。でただ気をつけなくちゃいけないことは、はい、土系はみんなそうなんですけど、つい頑固になっちゃったりすること、これまず気をつけていただいて、はい、他の人の意見とか考えとかも受け入れられるように努力をしたらいいと思います、それからもう一つは全部いろいろ飲み込んじゃうんですね、いいものも悪いものも、はいはい、なので他の人の意見も飲み込んで、自分の意見も飲み込んでみたいな感じになっちゃうんで、なかなか自分の本音が語れないとか、それがためにストレスを抱えてしまうとか、そういうことが、まあ、極力ないように、はい、ご本人は意識した方がいいですし、はい、土の周りの人たちはね、そこら辺配慮してあげて、よくよく耳をね、傾けていただくといいかなと思います。まあ、土っていうぐらいですからね、自然現象でいうと土、そう、大地、ね、大地ですね、やっぱりこうふわふわな土は、はい、植物もよく育ちますけど、ガチガチの土はっていうことですかね、そういう、まさにその通りでございます、根を張れないというか、そういうことですね、ふわふわの土は、ふわふわ畑も ね耕さないと出てきませんからね、芽、はい、もね、そういうのがいいってことですね、はい、わかりました。ということで、そろそろ本日のゲストをお呼びしますか。はい、今月の精霊ツッチのゲストをご紹介します、はい、ゆるぴた今月の精霊、はい、はい、どうぞ、はい、はい、精霊の森にお越しいただいた素敵なゲストをご紹介します。本日のゲストはゆっこちゃんです。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゆっこちゃん、はい、いつも最近ね出だしが決まってますけど、うんうん、最初の出会い、うん、私はおそらくなんですけど、はいはい、覚えてますか、ちなみに。あ、今ピクピクしてる、多分多分なんですけど、でもちょっとドキドキしてきました、ドキドキしてる、はい、急な振りですね中野坂上っていう、はいはい、ところで、はい、居酒屋がありまして、
でそこのところで、うん、何人かでね、うん、東洋村仲間で集まって飲む機会があって、うんうん、そこに登場されたのが最初の出会い、はい、覚えてます。おっとよかった伝説の中野坂上会っていう中野坂上そう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 、まあ、いうような感じでね、坂上の会でしたっけ。そう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 、うん、ね、最近はね、あと四半期に一度、うん、活動しているという、一応そういうことになってますね。そういう師匠を語り合うわけですね。そう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 。で同じ師匠がね、何箇所かのこう塾をやっているので、うん、はい、でそこの横断してね、A という塾、B という塾、C という塾の人たちがみんなで語り合おうみたいな。うん、そうだ、ね、私は最近行けてないです。1回か2回ちょっとお邪魔させていただきました。また行ってみたいな。ね。私はいつの間にか知ってたの で、はい、いつで分かります。分かるよね、いつっていうわけでもなく、でも私がすごく印象的に残っているのは、うん、あの戸隠し、私も戸隠旅行で、ね、戸隠しでね、同じチームでね一緒にさせていただいて、でバスの中で隣の席になったことがあったんですよ、うん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 、でバスの、まあ、席ということもあってすごい、うん、こう濃い話というか、うん、たくさん話させていただいて、戸隠しはね、はい、恵子さんのことをちょっと知る機会になったっていう感じです、ね、それはこの間の海の上でもね、あ、ちょっとなんか2人でいい気分になりながら、そうですね、海の上ってどういうことなんですか。クルージングで、おっとなんか豪華な感じですね。あと最近あれですよ、お茶仲間で、あ、お茶ってのは茶道仲間です。あ、そうなんですか。ええ、私たち、なんかね、毎日飲んでます。つかず離れずなんかね、そうですね、はい、ついてなかったんだ。ごめんいただいて定期的にごめんは気づくとそこにいるっていう、なるほど、気がします。へえ、そんな中で、ね、中でございます、はい、ね、でゆっこちゃんも今東洋思想を、まあ、学んでいる真っ最中ですけれども、はい、学び始めてどれぐらい経つの。3年半ですね。あっという間ですね。なんかこう変化とかありました、うん、そうですね、なんか自分に対しても、うん、相手に対しても寛容になった、うん、なるほどなんか結構自分を責める癖とか昔あったんですよね。でちょ落ち込むみたいな。あと相手に対してもなんかちょっと、まあ、なんだろうな、まあ、怒るっていうわけじゃないんですけど、うんうん、なんかチクチク言っちゃったりした時もあったんですけど、なんかそれがなくなったとは言わないんですけど、うんうん、減った。なるほど。それなんか土の特徴と、いや、あると思いますよ。なんか大地、大地ですか、ね、だからその寛容、天の、うん、その天から流れてくるっていうかね、そういうエネルギーというか気を受け止めるのが大地なんですよね、うんうん、はいはいはい、で大地は天から流れているその気もね、うん、そのこの気は受け入れますとか、うん、この気は嫌だとか、うん、そういうことやらないわけですよ。もう全部をちゃんと受け止めるんです、うん、100% 天を信頼して、うん、全部天の言うことは受け止めますみたいな感じになってるわけですよ、うん、そういう意味では非常にやっぱり寛容の心ってありますよね、うん、でだいたい大地は母ですよ、母なる大地って言うじゃないですか、はい、だから子供っていろんな子供いますよね、うん、なんていうか明るい子供もなんか暗い子供も自分勝手な子供もなんかいろんな子供がいるわけですよ、うん、勉強できる子できない子とかスポーツできる子できない子とか、うん、でもそれを全部受け止めるのがお母さんですよね、うんうん、そうですね、そういった意味ではその寛容さっていうのは、うん、ツッチならではの特徴が並んでうちにね、うん、出てきたんじゃなかろうかと。自分らしさが、そうそうそう本来のゆこちゃんが出てきた。あ、素晴らしい、うん、ちょっと日々精進しますでも自分でどう、そのツッチらしいところとか、うん、なんか普段か生活なり仕事なりしてて感じるところある。あ、日々結構感じますね。あ、そう、例えば、うん、そうだな、それこそ先ほど、うん、旅行しちゃダメですよなんていうちょっと発言ありましたけれども、最近結構旅行する機会がありまして。あ、本当に夏言いました、すみません一応それを踏まえてさっき言っちゃいました、ごめんなさい。で、もともとなんかキャンプとか登山大好きなんですよ、うんうん、でもさらにまた、まあ島巡りを最近したんですね。田舎の、はい、瀬戸内の島で、うんうん、直島とか、ベネッセが、ベネッセの、はい、美術の、はい、アートの祭典をしたことで、うんうんうん、もう世界的に有名になって、はいはいはい、一大観光スポットになった島なんですけど、うん、島巡りをしたっていうのもありまして、うんうん、なんていうんですか、自然と
こう戯れるというのはおかしいんですけれども、うん、こうなんていうんですかね、空、青い空、青い海、白い雲、うん、大地と山とみたいな、うん、まあ、いろんなものなんですかね、いろんなものにこうなんだろう触れて、すごい心底癒されて帰ってきたんですけれども、うんうん、その時に思ったのが、うん、やっぱりなんだろう大地、うん、にこう寝っ転がって寝そべって、うん、こう空を見るわけですよ、うん、その時にあなんか私大地と一体になってるみたいな感覚、すごい気持ちよかったですなりまして、で友人と旅行に行ったんですけども、うん、友人はあのノンプ風なんですけ どノンプはやっぱりあのなんて言うんですかね、あの私とは違って、うん、大地とね大地に寝っ転がってる私とは違って、うん、なんかいろんなとこに行きたがるんですよ、あっち行ったりこっち行ったりそっち行ったりプラプラしてるんですけど、らしいよね、らしいですよね、私はずっとこうぼーっとして過ごしたっていうワンシーンがあったんですけど、そうなんだ、はい、直島以外もどっか行ったの？と手島っていう島にも行きまして、手島はどこですか？手島も本当にあのフェリーで20分ぐらいの、うん、あそれも瀬戸内、瀬戸内海なんですよね、瀬戸内なんですけども、フェリーってどこからフェリー乗って20分なの？私はあの、香川県の高松、うん、あそこからフェリーに乗って20分ぐらいで行きまして、で島をこう渡り歩く、じゃあ瀬戸内海の島々をこう行ったわけ、そうですね、はい、今回は2つしか行けなかったんですけれどもこんあの友人とは今後制覇しようね、なるほどね、やっぱ島ってなんか違いますか、こう本州みたいな、私は違うと思いました、あの島文化がやっぱりあの残っているみたいで、例えば何ですかね、あのお魚一つとっても、うん、やっぱり関東で食べるお魚とその瀬戸内の島々で食べるお魚が違うらしいんですね、うんうんうん、で取れる魚が違うっていうのは当然だと思うんですけれども、うん、なんて言うんだろう、なんか本当に地元ならではの魚、あそうですか、はい、聞いたことのないお魚を、うん、あの定食屋さんが出してくれたりとかして、あもう島をこう体感する機会になりました、うん、私たちも今年ね淡路島行きましたけど、はい、なんとなくこう陸続きとは違う ね、 そうですね、空気感がその島独特の空気感みたいなのは確かにあった、はい、なんかねそこで完結してる感じがするんですよね、あのもう一つ行った沼島、はい、淡路島とまた沼島とちょっと違って、そうですね、沼島はもう本当時間が止まってる感じがしましたもんね、うん、まあ、そういう感覚だったんですかね、本当にそうですね、まさにそういった感じで島ごとのこうカラーを体感してきたっていう感じでした、だいたいあのなんていうんですかね、例えば、うん、同じ陸続きのね本州であっても、うん、川っていうのがあると、うんうん、橋がいくらかかってても、うん、基本橋渡らないんですよ、はいはい、で川のこっち側と向こう側でそれぞれ文化ができてくるんですよね、文化が橋を渡らない、そうそうそう、うん、多分そんなしょっちゅうね、まあ、もちろん職場が向こうにあるとかって話変わりますけど、うん、橋渡って買い物に行くよりは橋渡らずなんかどっか近くのとこで買い物するとか、うん、どうしてもそういうこう川っていうものがこの文化の端っこになるんですよ、うん、でなのでましてやその海に囲われちゃったりなんかするとどうしてもそこで完結しちゃうので、あの雰囲気やらなその空気感やら何やら全て文化やら、うん、そうなると思いますよ。あとあの聞いてもいいですか、ツッチの恋愛事情、恋愛事情その旅行の話もあれですけど、なんか話すことがなくてなんか逆に申し訳ないぐらい、お友達と言ってるの、お友達はあの友達と恋人未満みたいな、女性です、あ女性こんなに美人なのに、いやいやいや、私いつもリコちゃんのこと言うよ、リコちゃんみたいなこの美人なみたいな、何をおっしゃってるんですか、相当あのモテモテでしょ、面食いというか理想が高いの、いや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 、何をおっしゃいますか、いやいやいやそんなことないんですけど、はい、募集中で、ね、大募集中、スッチの恋愛ってどんな感じ、どんな感じ、スッチはですね、うん、今までの奔放な恋愛からちょっと、いや全然奔放じゃないです、全然奔放じゃないですよ、ね、ツッチはとても真面目なので、真面目なので、はい、そうですね、あの一旦恋愛が始まるととても長期間にわたります、でも始まるまでが長いです、またなるほどね、自分から告白したりはするの、あしたことありますね、それはするんだね、そうなんですよ、なんかツッチは自分のことを、うん、なんて言うんですかね、自分
がどう思ってるのかとか、うん、自分に気づくのが遅いみたいで、なるほどね、はい、自分の意見飲み込みすぎてそもそも何考えてるか分からんみたいな周りの皆さんの動向とか考えとか、うん、共感というかの、まあうん、あの推察するのでこう汲み取れるんですけど、うん、自分がどう思ってるのかっていうのを、うん、そもそも知るのに時間がかかるので、それだから好きな人を見つけるのが大変なんですよ。あ、そっかそっか、そうなんです、それは大変だ。だからあの、はい、ただ、まあ、あの始まると長いですっていう、ね、はい、真面目な星です。そうですね、実直なね、はい、友達からあのねえねえ、あの人あなた好きなんじゃないのとか、はい、そういうふうに言われて初めて、もしかしたら言われてみれば好きかもみたいな、あ、そういうの ちょっと近いかもしれませんね。自分で一応気づくの、いやどっかでだんだんこの人好きになってきた。でもそういう時もありましたね。もしかなんか何気に意識し始めるみたいな感じですよね。昔ありましたね。一目惚れは基本ないんでしょ。ないです、ね、一度もないです。ないですって引っ張りました、ね、逆にどうありますか。一目惚れしてみたいんですけど、どうしたらいいんでしょう。はい、どうですか。ちょっとあるかも。ちょっとあるかも。私面食いなんですよ。そらっち、そらっち恵子さんがいいことですね。面食いです。私ですらね、もう恵子さんの知り合い男性の中の末席を怪我してるぐらいです、ね。何ですかそれ。末席よくわかんないけど。末席。口聞いてもらうのに5年ぐらいかかりましたからね。いやもう仲良しじゃないですか。ではあの土って、はい、あの嫉妬の方はどう？ちょっと焼きもち焼きとかあんまりない？多分私に限ってなのか分かんないんですけど、うん、私はないですね。ない。かなりさっぱりしてるタイプかもしれません。ただ周りの話を聞いていると、うん、まあ嫉妬とか焼きもち焼きさんはいるかなという気はしますね。なんかであの話しててこう爽やかな感じしますよね。あんまりねこうガチって感じじゃないからね。うん、私は彼女ちょっとあのレントゲンをね、精霊的に撮ってみたんですけども、レントゲンびっくりした、ドキドキ生のレントゲンじゃないですよ、もちろんね、お医者じゃないんだから、中野さんの前で脱いじゃったのかな、びっくりしました。年がね、土じゃないですか、はい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 、で月で見た時にサラリーなんですね、うん、で、あの先天がノンプでしょ、そうです、そうなんですね、シークレットキャラがねソラッチなんですよ。本当だからここあの私の要素も持ってるし、恵子さんの要素も持ってる、そうなんです、面白い、であのちょっとこうコミュニケーションとかも、はいはい、なんかこう爽やかな感じで ねできる、確かにサラリーっぽい、ね、サラリーだったりいっぱい吸収しますノートだったりね、だそういうとこやっぱあるんだろうな、嫉妬しないっていうのも、はいはい、多分ねツッチの要素よりは、うん、他のものの要素、うん、精霊のね、うん、要素が結構強いんじゃないかなって、ね、じゃあ恵子さんちなみにどうですか、焼き餅とか焼く方ですか。どうだろう、もうね最後にね忘れちゃったぐらいですね、忘れちゃった。ゆっこちゃん、ね、とにかくあの30代のうちに、はい、あの恋愛した方がいいと思う。本当に頑張ります。気づけるように。公開説教。気づけるように頑張ります。ごめん、忘れました。忘れましたと。はい、私はね、うん、ほとんどないですね。嫉妬、ね、なさそうですよね。うん、多分ない。私が見た感じで恵子さんは私よりはあるなと思ってます。私よりは、ね、うん、でもすごく焼きもち焼きかっていうと、まあ、そこまでも言わないかなみたいな、焼きもち焼くってよりも、あ、この人こういう人なんだ、じゃあ私さよならみたいなね、そこでいきなりブチッと切っちゃうようなそんな怖さを私感じてますけどね。そんなことないですよね。ちょっと正しいかも。まあね、恋愛話になるとね、またね、ちょっとね、燃えちゃいますね。じゃあこの辺りでね、はい、しておきたいと思います。本日のゲストはゆっこちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ゆるぴた精霊の森トゥ。この番組はクロスウェーブ千住千住クロス7階ブースからお送りしています。最後のコーナーに参る前に、はい、プレゼント忘れてました。ツッチキーホルダー、ありがとうございます、かわいい、普及啓蒙活動にご協力ください、ね、はい、どっか目立つところにね、ありがとうございます、はい、アプリ使ってます、あ、ありがとうございます、毎日チェックしてます、はい、ありがとうございます、頂戴します、はい、ということで、はい、最後のコーナーに参りましょう、
らしくない。 OK、 練習の成果が素晴らしい、ね、はい。こちらのコーナーではインド、中国、日本の主な思想についてお話ししています。はい。それではですね、はい、今月は、心のビタミンの、本編のですねそうですね、はい、漢字の成り立ちでわかる経営の意味、経と営の深い意味、はい、ということで意味が2つ続いてましたね、はい、ちょっとこれ見出しちょっと考え直した方がよかったかなと今自分で思っちゃいました。はいはい。で、あの経営というその漢字をねこう調べていくわけです、はい、で経という字も営、うん、という字も、うん、結論だけ申し上げますと、うん、要はあの縄張りです、はい、縄張りって意味があるんですね。で縄張りをしあの家を建てるときにここからここまでがその敻地で、うち、あの敷地ですよっていうこう紐を引くわけです。これを縄張りって言ってるんですね、うん、でそれをやってから地鎮祭がを始めたりなんかにするもんですから、うん、縄張りを張る、縄を張るっていうか縄張りをするっていうのはその建築をするときに一番最初にやることなんですね、はい、でそういった意味ではあの一番その経営っていうことは、まあ、文字通りでいくと、うん、その一番最初にするべきこと、うん、だからその事業計画を立てたりとか、はい、ビジョンを作ったりとか、企業理念をね考えたりだとか、そうでそういうことをやることが、うん、その経営者のね、はい、まあ、漢字の意味からすると、うん、本来やるべき仕事であって、うん、あとそこに家を建てると具体的にね建てたなんだとか、はい、これはあのスタッフの人と、はい、まあ、一緒になって頑張っていけるわけなんで、うん、経営っていうのはそういう目に見えない、うん、一番大きなところをね、うん、ところをがっつりやっていくっていうのが、まあ本来の漢字からする経営の意味ですよと、うん、まあいうような感じのこととかを、今回はお話しさせてきました。で今日は、はい、あの漢字の意味とかやってるとですね、うん、このあんまりこうちょっとね大変なので、うん、テーマ、はい、経営者ね、私も小さいながら経営者でありますし、はい、恵子さんはあのまたまた会社を経営されていらっしゃいます、はい、ね。でゆっこちゃんはあの会社の経営は、したことは今のところね、まあそう現世ではありませんけれどもあのいろん職業柄ね、いろんな経営者の方も、ね、そうですね、あの、はい、経営者の方に対してはプレゼンしたりとか、そうですね、あの商談をさせていただいたりという機会はあります、ね、いろんなね会社当然そこから見ていらっしゃると思うので、うんうん、経営者として、うん、まあ、こういうことがね、うん、やっぱり大事なんじゃないかっていう、うん、そんなことを、はい、ちょっとお話しいただきたいなと思います。じゃあまずあのゲストに敬意を表してゆっこちゃん、はい、いろんなね会社の経営者いて、うん、多分ね経営者の雰囲気で会社の雰囲気とかね、はい、いろいろ決まってくると思います、はい、ゆっこちゃんから見て、はい、経営者はこういうことを大事にしたらいいんじゃないのっていうことを、うん、ちょっとご意見いただけますか。はい、その意見なんて大層なもんじゃないんですけれども、すごい難しいテーマでしたね、いきなりね。そうですね。いや、でもやっぱり私も営業職として、うん、まあ、たくさんの経営者の方とお話しさせていただくんですけれども、その時に一番やっぱり思うのが、うん、自分たちの従業員、まあ、自分の会社の従業員を家族みたいに思ってる経営者の方って結構多いなっていう印象があります、うんうんうん、で、あいつはこうなんだよ、こいつはこうなんだよなんて嬉しそうに、うんうん、こう従業員の方の話をしてくださったりする経営者の方もいらっしゃったりして、うんうん、うちの子たちはこうなんだよねみたいなお話をしていただくと、なんかすごいこちらも温かい気持ちになりまして、はいはい、あ、もう皆さんこう一丸となって、うん、まあ、事業に取り組まれてるんだなというふうに思うので、うんうん、こちらも逆にこうプレゼンの内容とか営業の提案の内容がこう力が入っちゃったりとかするので、うん、やっぱそういうふうに何だろう、こう従業員のことを大切にこう扱っている経営者さんとの出会いはすごい私にとっては結構喜びにはなっていました、うんうん、ね、はい。多分ツッチならではの義理人情に弱いっていうところももしかしたらあるのかもしれないんですけど、はい、そういうやっぱ経営者さんとの出会いっていうのはすごい嬉しかったですね。なるほどね。今ちょっとお話聞いてて、はい、まさにその言葉だと思ったんですけど、うんうん、経営者の中に結構ね自分 の, そのスタッフのことを、はい、うちの子とか、うちの子たちっていう表現する人、はいはいはい、時々いらっしゃるんですよね、はいはい、いません。私この間中野さんにメールした時に、はい、うちの会社の子がって書いて、あ、うちの子がって書いてかもしれない。あの自然観に来たがってますみたいな。あ、そっか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 使っちゃった、うちの子が時々っ恵子さんもじゃ使ってる、うちとは使いますね。あ、なるほどね。子供と同じぐらい愛情をこう、まあ、持ってますっていうね、そうですね、まあ、そういうイメージなんでしょうね。
でもそのお客、まあ、普通は、ね、お客様を大事にっていうことをね、うん、だいたい言われちゃうことだけれども、まあ、お客さんも大事にしつつ、まあ、従業員の方を大事にするって結構大事だよねっていうね。結構さんそのあたりいかがですか。そうですね、いろいろ悩むじゃないですか、うん、経営者って、うん、私ももう14、5年ですけど、はい、最初の頃ね私、うん、なんか自分が主役にならなきゃいけないような気がしてたんですよ。実はまだ人数が 4,5、はい、人で、はい、もう自分が前に立って自分が目立っていかないといけないと思ったんだけど、うん、だんだんこう組織になってきてちょっとそれではいけないんだなっていうことに最近気がつき始めまして。なるほど。それは私が前に出るのではなく、はい、メンバーが、うん、を前に出すことが、うんうんうん、必要なんじゃないかなというふうに思い始めました。素晴らしい、はい、でそうですね、なんかそう思うと昔の自分が恥ずかしいというかね、うん、ちょっとそんなこともあったりっていうか、まあもしかしたら会社の成長に合わせてそういうことなのかなと思いましたけど、うんうんうん、中野さんのそのね、何でしたっけ、ココビタのね、心のビタミンも、はい、縦糸と横糸みたいな話が確かあったと思うんですけど、そうそうそう、西陣織の話ね、そう、その話を今お話聞きながら思い出して、うんうん、あ、そういえば私も昔は主役、自分が主役にならなきゃと思ったけど、うんうん、ちょっと変わってきてるなっていうのは、ね、うん、まだすぐ道半ばですよもちろん、はいはいはい、ちなみにご覧になってない方にちょっとだけ説明しておきますと、うん、西陣織とかあとジーンズもそうなんですけど、ね、縦糸は、ね、真っ白なんですよ。でそこのところに色がついているのが横糸になってまして、あの西陣織の美しいあの模様は全て横糸です、うん、であの横糸でこう縦糸をくるむようにあの、うん、なんかこう織るらしくて、だから白いあの部分は表から見えないです、うん、でもジーンズ見ていただくと分かると思うんですけど、表の方はあの真っ青でも裏を見ていただくと結構白いんですよね、うん、だから裏の方は縦糸よく見えるわけです、うん、そういったようなイメージで、うん、その経営者はね、その縦糸みたいなもんなんで、うん、あのまあ、白いっていうか、白はあの透明でもあるっていうふうに東洋思想では考えてるんで、うん、あの自分が前に出たっていいわけですよ、うん、前に出るのは横糸である従業員の方、ね、うん、でいろんな糸を、いろんな色を持ったね、個性を持った従業員がそれぞれになんかこうヒュー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 横糸に入ってきてくれて、うん、でプラグマだったらプラグマ、恵子さんがなさってる会社はプラグマですけど、うん、プラグマっていう織物はこんな模様になってますよとかね、うん、はいはいはい、そうですね、そんな感じになってるといい。経営者一人では織れない布を今織ってるのかなっていう、うんうん、ね、そんなのをあのココピタ読みながら振り返りましたね、はい、ありがとうございます。中野さんはなんかこう、そうですね、あのそういった意味では、うん、私はあの最初の段階では、うん、あの一人でやってたんですね、うん、3年間、はい、で私は当時はあのもう部下も、あ、上司もいらないし部下もいらんと正直思ってたんですよ、うん、あのもうなんかこう自由にやりたいんですよねだからその上司がいるとねどうしてもやっぱりこう上司に気を使わなくちゃいけないとかってあるんで、あの表面的に合わせるのは得意なんですけど、あくまで表面だけでな、心の中で全然合わせきれてないんですよね。でこんなすごい自分に無理があると。で一方であの部下もその当時すごく苦手で、その自分が言ったことを会社も受け入れてくれるわけじゃないじゃないですか。で自分は明日までにこの仕事をやらなくちゃいけないって時に部下に頼んだら、ちょっとすみません、もう帰る時間なんで失礼しますなんてね、ちょっとモチベーション差でそうなっちゃったりする可能性があったりして必ずそうなわけじゃないんですけど、もう そのなんで部下のモチベーションの、ね、マネジメントまで、その上司がやらにはならんのだと、まあ、いうふうに考えていくと、上もいらんし下もいらんと、一人でやりたいまあ、それで3年間やってたんですよ。でやっていったら2年目ぐらいから仕事がガーッと忙しくなってきちゃって、とんでもなくその忙しかったんですね。で次の日っていうか朝10時 そのプレゼン資料を朝の3時から作り始めるみたいな、その日の、もうそのぐらい間に合わないわけですよ。普通だったら前日までに作っとくじゃないですか。そんな頃がありましたね。ね、もう徹夜でやるわけですよ。でそれがしかも1日じゃなくてもう2日3日4日ずっと続くんですよ。でその時にたまたまその3時にね、夜中の3時ぐらいに知り合いの社長さんにメールをしたらすぐ返したんです。お、この社長まだ起きてるわとかって、いやお互い大変ですねと、いうちょっと愚痴めいたメールを出したら、ポーンとまた帰ってきて、中野さん一人だと大変ですよと、これが仲間がいるとね、その人たちと一緒にやっていくと負担も減るし楽しいし、
素晴らしいですよと、やっぱ仲間って大切ですと、いう話がこう来たんです、うん、で その時初めて自分のなんか一人でもできるみたいな感じの、ね、うん、高橋がバコーンと折れて、うん、これはねもう誰かに助けてもらわないといけないんだと、うん、だから その時にガラッと変わりまして、うん、だその本来だったら自分一人でやらなくちゃいけないんだと、うん、全部、うん、でそれをスタッフの人が一部とは一部でもやってくれてるんだと、うん、だそういう感覚になりまして、うん、もう私にとっては部下はありがたい神様のような人たち、うん、でその人たちをに助けてもらって、うん、今の自分が、うん、今日の自分があると、はいはい、まあいうようなあのやっぱり私の中にも変遷がありましたね。まあね、そうやってこう助けてくれる人とか神様みたいな人って思ってたんですよ、私も最初は。でもそれがまたそうじゃなくなっちゃう時もあって、すごいこうやっぱこう葛藤というか反省というか、うん、でお客さんも経営者の方多いじゃないですか、はい、そうですね、やっぱり人の悩みってねすごく多くってね、うん、そこがなんかせっかく投与層を学んでるので、うん、経営者の人たちにも何かお伝えしたいななんて思いながら、さっきもちょっと会議でね、社長さんが、ええ、従業員さんがうまく動いてくれないんだみたいな話もされてましたけど、あの本当に初心はそうなんですよ、うん、みんな助けてくれてありがとうと思うんだけど、でもこういろんなことがあるともっとやってくんないかなと思ってみたりの変遷の中で、今はみんなに、うん、私はあの自分が縦糸で、はい、みんなにお声とやってもらおうかななんて、なんかいろんな変遷がありますね。ありますね、うん、私もそう言いながらもね、はい、時々もちろんね、うん、おいおいおいとかって ね、 思うことあるね、もうありますよ、ね、人間だから、うん、あるんですよ、で経営者あるけれどありますけどね、だやっぱりでもそこはね、やっぱり東洋思想を学んでるっていう、うんうん、学んだことを生かしていかないと、ね、もったいないっていうのもあって、はいはい、結局その部下がね、うん、部下なり何なりがおいおいおいって思ってるってことは、うん、部下と自分をやっぱり分けて考えてるんですよね。なるほど、そこで来ましたかそれどう考えるんですか、分別。あの部下を通し、部下のその言動を通して、うん、自分は今ここから何を学ぶべきなのかなとか、うん、あるいはその何か気に入らないことをしてるわけですよ、自分にとって、うん、そうですね、でその気に入らないことっていうのは、うん、実は自分の中にも隠し持ってるものがあるんです、うん、同じものを、うん、でそれは自分は隠し持ってるのに、うん、相手がそれをあからさまに出してくるから、うん、それを反発感じちゃうんですよね、うん、そういう可能性があるわけです。例えばケチ嫌だなと思ってる時に、うん、自分はお金をこう出してる、うんうん、出す、はいはい、頑張ってると、ところが目の前にケチな人がいると、うん、おいおいおいってなる、はいはいはい、でそれが今だったらこう分かりやすい例ですけど、うん、その自分が隠し持っているものをグッグッグッと押し込んでいくと、無意識の世界にまで行っちゃうんで、自分では気づかないんですよね、うんうん、でもその気づかないところをこうガンって出されちゃうと、うん、自分にそれを持っていることは気づかないけど、うん、とにかく気に入らんっていう嘆きが出てきちゃう、うんうん、その可能性もあるんです。うん、まあまあそんな感じでね、ちょっととにかく見方を変えるっていうのがね、うん、なるほど、ポイントだと思うんですよね。うまくあの自分自身もコントロールしたいですし、経営者の仲間の人たちにも伝えていきたいと思います ね、 ね、はい、ということで、ね、あっという間に時間が来ました、はい、今日固かったかな最後の話アイソフィアではね、月1回、はい、東京都竹橋にある千代田プラットフォームスクエアで1時間15分程度の講座を行っています、はい、次回の講座は12月16日水曜日、うん、7時半からです、はい、内容は、はい、私たちが歩む、はい、5つの階段、うん、5位、5位の位は、暗いって字ですね、あの暗いっても分からないから、はい、第1位とか第2位の位です、はいはいはい、で5段階の成長ステップがあるんですね、うんうん、これは仏教の世界なので、はいはい、菩薩道があるんですよ。菩薩になったと、菩薩って結構レンジが広くって、うん、菩薩になりたてのような人から、うん、あのもう如来一歩手前 の、うん、あのあなんとか菩薩、例えば文字菩薩だろうなのかっていう、うん、ああいうレベルの人たちまで結構いるんです。でここに5段階のステップがある、はい、でそれについてお話ししていきながら、うん、あの自分たちはどういうふうに、ね、生きていったらいいのかっていうことを学んでいきたいなと思います、うん、面白そうです、はいはい、ぜひゆこちゃんも来てください本当ですか、いいんですか、もちろんもちろん、ね、ということでございまして、はい、どうでした今日。いやなんかあの改めて中野さんと恵子さん、うん、すごいなって思いました、
1時間話しっぱなしで、なんか普通におしゃべりしてるだけでしょすごい幕まとまられて、なんかすごいなっていうのもちょっと長野さんです、はい、とんでもないありがとうございます、さすがです、いいいい、じゃあ続きはね、はい、また懇親会で盛り上がりましょう、ぜひ、はい、ぜひありがとうございます、今日はどうもありがとうございました、ゆるぴた精霊の森をお送りしたのは森の番人こと中谷寿司と、はい、アシスタントのけいこでした。